皆さん、におはせよ。韓国の本が好きなあなたへ、話題の本のゲストトークや、注目の新刊情報をお届けする、インターネットラジオ、聞いて、読んで、楽しむ k ブックラジオです。担当するのは k ブック振興会の佐々木静代と、小倉ゆりです。 9月最初の配信は翻訳者の方にお越しいただく私これ訳しましまたです今回のゲストは7月末に刊行された後に世界有数の映像作家となった映画監督イチャンドンによる傑作小説集「ノクチョンはクソにまみれて」の翻訳を担当された翻訳家の中野典子さんです。 中野さん、ようこそお越しくださいました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、あの、この。担当作の、ちょっと今、皆さんで、担当作品名を聞いて、ちょっと驚かれてる。ええ、そうだ。まず、ノクチョウ、ノクチョウは、えっと、漢字で言うと、鹿の。鹿の皮ですね。はですね。はい。これ、地名ですよね。地名ですね。あの、そうですね。地名とあと。 駅の名前それをまあえっとなので翻訳はルビを振る形で「のくちゃんまくちゃん」はい。あのこの大胆なタイトルそのままつけたという。そうなんですね。ですよね。じゃあ今日はねこの作品のこととかあと中野さんはもう翻訳者としては大先輩でいらっしゃると思うのでぜひそのあたりをお聞きします。はい とは言いつつ実は中野さんとのご縁私がクオンチェッコリ兼務をしているクオンチェッコリで仕事を始めた頃からのおき合いなので8年ぐらいになるかと思うんですけど実はこうしてね2人で話するのって初めてぐらいかな。初めてですねというのは前回吉川凪さんにも出ていただいて2人で話しながら。 二人で話すのは初めてだよね。キムさんいるよね、概ねとか。そうそうそう、だいたい誰、かいますね。誰かがいる。みんなにね、会うことが多かった。はい。なので、逆にゆっくりと中野さんに、そのね、翻訳を始めた頃のお話とか。いろいろ聞けるのを楽しみにしております。よろしくお願いします。私も楽しみです。 <laughs> はいえとですねそうなんです、もう本当に大ベテランでいらっしゃると思うので、はい、まずですね、中野さんは翻訳を始めて、もう何年ぐらいに実はなるんでしょうか、うん <laughs> ねははい、初めて出したのが1989年なんです。えー、<laughs> はいですからね、えー、っと計算すると34年ですね。もう,<そ>う <laughs> だんだん年取ってきて、とってもしょうがないなというふうに思いますけど逆にですね、あの私がこれあの1989年ってままずあの1989年あの私事ながら娘が生まれた年だったので、そうですか。だからいや30逆に言うと34年間えっと女性の方がこう年を重ねてもお仕事を続けてこられ ってらっしゃるっていうところでも、ええ、翻訳家というお仕事、ええ、なんか素晴らしいなって実はっ思ってま、えー、そんな褒められるようなことじゃない <laughs> <laughs> い,いえい,いえちゃんとその、ねええ、年月を重ねてらっしゃると思うので、ええ、はいじゃあですね、はい、であの実はそのプロフィールを拝見すると、はい、1八十七年に韓国のヨンセ大学の語学堂で韓国語を学ばれていらっしゃいます まだね、あのはい、オリンピックの前年ですっていう韓流はもちろんない頃なので、はいはい、じゃあ、まずなぜ韓国語に興味を持たれて、当時まだ留学っていうのもね、あのどういうきっかけだったのかなというのを知りたいので、教えてください。はいえー、っとねこれたまたままの1984年に はい、NHK のラジオハングル講座っていうのが始まったんですねあ84年だったんですねではいそうですそれでそのラジオなので、うん、毎日ほとんど毎日ですけども、うん、録音をしておいてそれを聞きながら1年間独学でやってみたんですけれどもはい、はい、でも はい、面白いんですけども、一人でやっていてもつまんないんですよね。えー、で、それで次の年に、えっ、ー、と、現代語学塾っていうところがあるんですけれども、うん、はい。で、これはね、あの塾生たちが自主的に運営して。 いるそういうあのべ韓国語を教えているところなんですよ。じゃあ,、ええ、あのいわゆる今でいう韓国語教室みたいなのを自主的に集まってやっているところだったんですね。ええ、そ,うそうですそうです。どこかの大きな組織がやってるとかってそういうのじゃなくて、<ー>ええええ、それでそこに通っていたんですけども、うん、ちあのちょうど今あの話が出たように、千九百八十八年にソウルでオリンピックが開催されるっていうことが決まって。うんうん まあ、ここの勉強を始める人がぼつぼつと増え始めてたので、ねはい、それでその現代語学塾にも結構来てまして人が、えーはい。それでその語学塾から何人か四世大学の語学塾に留学する人がいて少しずつ報告が入ってくるんですよ。 でも行きたいなというのがあってうらやましかったわけですよね。で87年に意を決してソウルに行ったというわけです。はあもうその時中野さん失礼ですけど大人の年齢い、大人の年齢でねでででですすそそううななんよ大人のしたかじゃあ けどラジオハングル講座が始まった時に、はい、まず独学でっていうのは、はい、まずハングル講座が始まっても、はい、それをハングルっていうのに興味がないと、はい、独学も始まらないのかなと思ったんですけどこれから韓国あの韓国っていうのはやっぱり隣の国ですから、うんはい、あ大事な、えー、と関係を持たなくちゃいけないなっていうのもちょっとだけありました。 あーじゃあその頃にちょうどタイミングよくラジオが始まってっていうことだったの、はいはい、です、ねはいね、学ばれているその、まあ、皆さんで一緒にやっているなんか学習塾、はい、語学塾みたいなところで,、ねで,すね、で皆さんが留学されていいなというところ。はいはい あなんだ中野さんにもそういうちょっとミ、えーハーなところ<と>で <laughs> 始まったっていうのはちょっと逆に,本当に、えー、ちょっとありましいて。けどやっぱりその88年にソウルオリンピックが開かれるっていうのもねやっぱり当時やっぱり大きな話題でしたものね。ですね。なんかこう急に私実は全くかん私は当時、えー、と東京に出てきたのがさ86年ぐらいだったので。 鹿児島、田舎にいるときにあんまり全く私、実は韓国とかと縁がないままにいて、やっぱり初めて認識したのソウルオリンピックです。韓国っていう隣の国であるんだ、えー、んソウルだったらいけるかもしれないって思いながら行かなかったんですけどそれでじゃあソウルに向かわれたっていうことなんですね。えーえー、で、その時は1年ぐらい通われたんですかね。 そうですすすねね年3ヶ月ででで、ね、そうですかはい、はい、で私ねまずその1987年っていうフレーズと、うんはい、あと「四世大学」っていうので,、はいはい、でまずあのリスナーの方でも気がついた方も多いかもしれないんですけど映画19「1987」。 ある戦いの真実にもあったように、はい、もう当時が一番その韓国全土、特に大学でのソウルとか、はい、大学での民主化争と争が、はい、活発になった時期だと思うんですよね。はい、まさにその時に行かれたわけですよね。はい、<の>はい、そうですね。す、は、ごい、いや、はい、なのでちょっとね当時の様相でまずちょっとお聞きしたいなと思いまして、はい、ちょうど私は1987年、はい、それでしかも6月。 でしたたから月民主化闘争それであのー、まあ四世大学はもちろんなんですけれどもあちこちの大学で連日その学生が集会とレモンを行っていたそれに対して戦闘警察が学生たちに向かって催涙弾を放っていたということがありましたね<ー>これもうほんと毎日です。 私は大学のすぐ近くにある下宿にいたんですよ。下宿に住んでいたんですけれども道にはもうるガスが漂ってるわけですねへ<ー>、えー、そううそそなんですそれでだから通学の時は涙をんとこぼしながらというよりもドラだら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 流しながら通学してました。 あじゃあもう歩いてるだけでその細ス,スがするとうそうそうですあるんですよ。ね涙が出てくるっていう。すごい,い,や<え>いや。いや、今聞いてもちょっと想像でする感じなんですけど。<laughs> そうですよね。その時に最初、え,え,えまずい時に来たなとかって、正直思われなかったですか。いやいやいや、それは思わなかったですね。えー、それで今、佐々木さん話された1987、うん、ある戦いの真実。うん あの映画の,あの終わりの場面で、うん、戦闘警察にこの戦闘警察が発射した催涙弾が頭に打ってこの、うん、崩れる学生がいましたね。はいはい、でその学生を後ろの方で支えている学生あの時の学生がイーハンニョルさんなんですよね。うんはい、崩れていた学生がね。はい、で去年私が出した節約書「えーはい、L の運動靴」はい。その L の運動靴の主人公。 なんですね、はい、でちょうどあの四世大学校の学生だったので、ね、えっと葬式もまず大学の校内で行われて<ー>それから街中に出ていくっていう時だったんですけれどもうん、うん、まあ私はだからそのたくさんの輪の人々の輪の外からずっと見守っていたっていうことがあります。それでであの当時はあのー、走行者が何でも街中に待機していて、はい で警官が列を作って立ってて立んで,すよでまあそれで私はまあ日本人で韓国からすると外国人なのでまあ身の,、はい、身の安全はそんなに大丈夫だっていうふうには思ってたんですけれどもやっぱりこう結構緊張しながら歩いていましたっていうのを覚えてますね。はい いやなんかだから私とか私の世代でもその映画です映画とかそのドラマとかねそういうのでしか知らないそのまだわずかね三四十年前のね民主化三十年足らずじゃないまあ三十年ちょいかうんそうですよね大昔じゃない大昔じゃないですよね私たちにはいやそこでそういう本当に民主化のために戦ってた 年代、世代だったんだっていうのが当時のね、韓国のことを知るにつれ驚く。 ポイントでしたね私の、えー、やっぱりそうですかはい <laughs> はい私、えー、ちょうど私の世代とかがまさに大学生なんですよ、えー、あ大学一年生とかが、ね、私が大学一年になった頃が19、えーえー、あちょっとまああとか1980年で私大学一年生だったのでまあちょっと私だと卒業した感じですけど、うん、講習受験の頃はまさに大学生だったって思うと自分がのんびりと大学に通ってた時期との <laughs> があってっていうのをいつも思い返すって感じなんですけどなるほどね、えー、けどねえけさっき言ったみたいにその行くまではこういう状態っていうのを聞くようなこととかはなかったんですかあ,ありましたよ連日、うん、あの日本でも報道されてましたからそれであの行くっていうことが決まったら、うん、行って大丈夫なのとかいろいろ心配してくれた人いましたね。 けど中野さんにとってはだけど、うん、もう行くっていう気持ちの方が強いそうですへえまあだけど本当にね<っ>そうやって当時とかに行かれてた方たちとかが今のこう日韓の間でこう活躍されてるなっていうのは逆に感じますもんね、うんうんうん、そうですねうん,うんでそう<っ>そこで一年三ヶ月語学堂で学ばれてでまあ一旦帰国をされて はいと思うんですけどはいあのその後そのね色々こう韓国語を学んで、えーまあ、あのいろんなこう例えば仕事になるとしてもいろんな道があると思うんですけどその中で翻訳者翻訳っていう道を目指されたきっかけって何だったんですよえっとねこれはあの私もやっぱし韓国で一年三ヶ月やったので、うんうん、できたら韓国語を使って 仕事に就きたいというふうに思っていたわけですねでそして帰国したら先輩から、はい、ある先輩から偉大な先輩なんですけども、偉大な先輩入れたいで翻訳の話が持ち込まれたわけですそれで<ー>それで協約っていう形で役所を出すことになりました、はい、であの頃はねあのー 韓国語勉強する人増えてはいましたけれども、はい、今のようにたくさんいたわけじゃないし、はい、だからあのー、韓国から戻ってきたばかりの遠くに実力のないような、えー、私のもようなものだって、えー、その、えー、翻訳ががでできるという機会があったわけですよはい、はい、だからあのー、まあ最初からだから翻訳をっていうふうに目指していたわけではなくて。うんうん 誘ってくれる人もいたおかげで、翻訳という道に入っていけた<ー>ということです。ええ。けど、えー、まあ、当時、えー、確かに、まだまだ、こう、ね、うん、翻訳書自体ね。日本で翻訳される作品自体も、まだ少ない時期ではあったけれども。えー、逆に、たどるといっぱい。確実に出ては。いたわけで。そうですね。少しずつ出てはいましたよね。だから、そこに新しい。えー、あの。えー 翻訳ができそうな方ということで、えーえー、多分お声がかかったんでしょうから、<laughs> それはご縁ですね、うんえー。そうですね、縁があったってことですよね、やっぱりね。ちなみにあのその1989、ね、あっと最初の作品89年がこの京町でいらっしゃるんですよね。うん、役、えー、ね。あのタイトルっては京、い、役の作品名って教えてもらってもいいですか？えーえー、っとね、金次派。 はいキムジハさんのメシカツジンって言いますメシメッシカツジンカツジンはえっとカツは生活のカツはいに人はいはいでこれは当時お茶の水消防から出た協約ですねはいはいありがとうございますねだからその三十数年前もうもっと前からですけどねずっと脈々と続いているのが今の 銃声に来たって、現実。そうですね。なかなか時代の流れに乗るのが、時代がちょっと遅かった、早かったっていうこと。<laughs> 早かった。はい、けど、そういう方たちがいたから、今があるので、ね。<laughs> えー、<laughs> ありがとうございます。<laughs> えー、そうですか。じゃあ、ちょっとね、えー、そういった作品から始まって。はいえーえー 30数年な翻訳に携わってらっしゃる中野さんなんですけど、ええ、あのまずは本作の著,書は著者は先ほど申し上げたえっり、と。はい 映画でいうと「ペパーミントキャンディー」や「オアシス」ええ「シークレット・サンシャイン」などの映画で韓国を代表する監督の一人イ・チャンドウさんなんですよね。で実はねあの私も実は本当恥ずかしながら、うんええ、映像の世界に入られる前に小説家としてデビューしてるっていうのは、ええ、あの このお話というか、このね、あの、翻訳出版されるっていうお話があった時に初めて知ったことで、全然知らなかったので、まだね、よくご存じない方も多いと思うので、まず、イチャンドン監督。 ジャンドンさんが小説を書き始めたいきさつと、はい、そしてこの作品、はい、まずご紹介いただけますかはいえー、っとねこの小説を書き始めたいき,いきさつっていうのは、うん、8月25日からもう始まっているイ・ジャンドン映画特集のうちの1作品。はいはい えっとねイーチャンドンの制作の原点と人生を語るドキュメンタリー映画なんですけれども、はい、イーチャンドンアイロニーの世界の中でこの幼い頃引っ越しを繰り返して友達ができなかったその寂しさと疎外感を誰かと共有したかったというふうに本人自らが語ってます、うん、でそのもともとあの子供の時から書くことに興味があって。うん が物語をずっと書き綴っていたみたいなんですね。うんうんうん だからそのイーチャンドンが小説を書き始めたっていうのは自然の流れなんだなるほど書くことに子どもの頃から興味があったってことと引っ越しを繰り返してたからまあちょっとその寂しさとかを埋めるために誰かあそっかなるほどそうですね書いてあの共有したいというんだったんだっ というふうふには、うん、あの話してますねその映画の中でね。はいはい、であとこの今回のこのすさまじいタイトルの「ロクチョンはクソにまみれて」なんですけれども <laughs>、はい、ここにあの5編,5編の,あの中短編が収められています。でこれはあのーはい、80年代から90年代初頭の時代状況を拝見して描かれたものなんですけれども。うん この時代は、えっと、軍事独裁政権を経て民主化を達成してそれから急速に経済が発展していった頃なんですよね。でだけどこの流れの中で人々はどうこ個々の力ではどうすることもできない状況に流されていくしかないと。でしかし一方で大規模な都市開発が進んでいく。でこの作品はそんなあの社会の近代化に 批判的なまなざしを向けるとともにこの人が生きる価値について考えさせるそんな作品だと思います。うんうん、それで「あのはいで表題作論の」の「ノクションはクソにまみれて」というタイトルは強烈なんですけれども <laughs> <に>強烈なタイトルなんですけれどもこのノクション駅っていうところがあって、うん、その周辺は何もなかったんですね開発が進む前は。うん ね、だけど開発された後は何棟もの近代的な綺麗なマンションが立ち並んで、うん、だけどそのマンションは実は膨大な量のゴミで固められた地盤、うん、それから労働者たちの排泄物の上に立っているというイメージを表してだ,だからまみれているっていう風うなあまさにまみれているっていうところにそれを表したわけです。 この華麗なマンションの陰に隠れた、うん、その中山階級ですよね、中山階級の生活の構造を描いているというふうに思います、うん、この小説の中で。ちょうどですね、ええあの、今最初にご紹介があったチャンドン監督のご自身のことをこう振り返る、ね、あのドキュメンタリー映画で。ええええ がイチャンドンアイロニーの世界ということでね、あのちょうどえっと上演も始まっていますのでね、ご興味ある方はねぜひ見ていただくと映画のこととか含めて知ることができますね。あとそのはいあのちょっと試写で拝見させていただきました。えっとねこの本書の裏表紙にえっとこのコードがありまして、それでこのコードを 読み取ってくだされば映画の情報がわかりますので、はい、あ、ぜひ、皆さん、ぜひ行ってほしいと思います。そうですね、すごくあの、何ですかね、イチャンドンさん自身がどう考えてどういうふうにこう作品と向き合ってきたかとかっていうのもわかりますし、なんかあの、あ、映画を作る方っていうのはこういうふうに物事を見てるんだなっていうのが、自分では想像がつかないその何ですか物を作り出す方のあの、 深さみたいなのをちょっと映画で感じていたところですのでぜひ、はい、私も実はあの作品の方は読ませていただきました。はい ちょっとね厚みがあったのでちょっとどうなるかなってちょっとドキドキしたんですけど読み始めたらんか一気にちょっと読んじゃったっていう感じで面白く読ませていただいて先ほどありましたけど本当に私も最後に前編を通して最後に出てきた私もキーワードはやっぱり自然に 生きるっていう言葉のこの3文字に集約されてたなっていう感想でした。でなんかやっぱり本当こう生きるってこと自体をすごくこう深く考えるっていうか渇望する。うん 自分らしく生きることも含めて、うん、生き残ることも含めてっていう感じがしました。うん、でね本当にあにこの作品が1992年に出てたということでやっぱり現実的にその民主化からいろいろなそのさっきのノクチョンのその開発再開とかっていうことも時代の変動期を本当によく表されてるなっていう作品ばかりだったのでんかうん,なんか 追体験をするような感じで読んだんですけど、うん、中野さんにとってこの5作品の中で一番心に残った点とかっていうのはどんな点だったんでしょうかえっとねこれは全編通してなんですけれども、はい、普通の人々がが一生生懸命ににきる姿それが心に残りました特にこの作品の中で唯一女性が主人公っていうのが星明かりなんですけれども。うん これはやっぱり私にとっては印象的な作品でしたねで。やっていないことをやったとは言えないっていうふうに最後まで否認して釈、うん、放された翌朝にその空に輝く星を見上げると。でその星を見上げて自分らしく生きていこうと決意するシーン。これがねあの翻訳していても読んでも最初に読んでもちょっと胸が詰まるものがありました。でここをあの すごく過酷で過激ともいえる正護門の描写があるのでこれ翻訳してる時にちょっと辛くてこの作品だけ削除できないかなっていうふうに思ったんですけれども本を読んだ何人かの人たちがこの作品が一番良かったよっていうふうに言ってくれてるので今思うと翻訳してよかったなっていうふうに思ってます。そうううですすねななんていのかごくこ この状況下で何、ええあのー、て言うかやっぱりそのやっていないことをやってたっていうことの方が楽だっただろうけどそれを言えないだけどそれがものすごい。 あの当時の民主化の投資であるとかじゃないじゃないですか。うん、なそうなんですよ。そうなんです。そここはすごいなって。私も思って何でもない。普通のまあ、女子学生の子が、ええ、そのまあ、疑いをかけられて警察に連れて行かれて。うん、まあ拷問を受けてしまうだけど、そこで最後まで自分で納得できないで <laughs>、ええ、<laughs> やったとは言え。ない っていう風になった彼女の強さみたいな。頑張り通しますよね。そうなんですよね。うん、そう、ええ、それがなんか普通の彼女がそこまでできた。で、うん、やってたことっていうのは確かにすごく印象的で。ええ、けど、中野さんがおっしゃるように、ちょっとね、ええ、過激な。そうなんです。 まず第一言に韓国語から翻訳されるそして場面をある意味嫌だけど想像しながら自然な日本語に訳すってこういう場面こういう作品の一番つらいところかもしれないですねすね。ですですよね。だけどそうやってできただけに逆に中野さんも今おっしゃった皆さんがこの作品良かったわっておっしゃるのはちょっと。 救われる感じです、ね、はい、はい、そうですねよかったですよ言ってくれてよかったですよはい、はい、ありがとうございます、はい、で、今回あのね先ほども出てきたんですけどあの、ええ、中野さんあの今回この作品を出されるきっかけになったのは、ええ、やっぱり前作がきっかけだったんでしょうかねあはいそうですねあの前作エルの運動物をやっぱり同じアストラハウスで出したんですけれども、うんはい ここで担当者だった和田千春さんが中尾さん、はい、この作品やらないっていうことで翻訳するってことになったわけですね。あの和田さんがあの中国で翻訳これ翻訳出版されてるんですけれども、うんうん、それで評判がすごく良かったらしいんです中国で。うん、だから 和田さんも日本でやりたいっていうふうに思ったみたいなんですね、うんうん、ねえね<え>すごいですよねだって1992年の作品がね、ええええ、今またここでっていうそうなんですよねだけどなんかある意味ではその <laughs> 当時の韓国をする上でもすごくいい作品だなと思いましたしあとね今もありましたけどエルの運動靴もすごくいい作品でええありがとうございますすぐに読みましたエルの運動靴もはい。でなのでなんか合わせてねちょっと読んでいただくとねそのなんていうかそうですねやっぱりこうちょっと時代性を感じられていいかなっていう風に そうですね時代重なってますので重なってますすよねね、えー、読んででほしいです、ね ouais. 私も実はあの、うん、たくさん友達に勧めてあ,あ,ありがとうございます <laughs> しいで勧める時にあの韓国のこととかをそこまでまだ本好きの友達に勧めたんですけどけど韓国の現代史とかはまだそれほど詳しくない人たちだったのでやっぱり映画と一緒に うん、映画を見てから読んだなとかって言って進めましたそうですね映画を見るとやっぱり分かりやすすいですよね, <laughs>、はい、ねそうするとね、ええええ、なのでなんかやっぱりこういう時代とか、うん、まあ今回の作品も含めて少しそういうものがいっぱい韓国から出てるのでね目にしていただけるといいかなと思いました。和田さんのはい、えっとうん まあオファーがあって、またこの作品を作成。そうされたっていうことですね。で、実は、あの八月の8日には、チャンドン監督を招いたイベントが。大官山の伝え書店さんで開催されましたよね。あの、残念ながら、私、あの、ちょっとお伺いできなかったんですけど。その時の監督のご様子や、あの、その時のお話のエピソードとか、ぜひ教えてください。えっとね、あの、最初にこう感じたのは。おた。あ、あったな。 ですよね口調が小田屋赤で落ち着いた話ぶりなんですけれども、うん、1> 1本この筋が通っていいるという,う、うん、だからその小説を書いていてうん、うん、それからその小説から映像の世界に移ったわけなので、うん、表現方法がやっぱりちょっとだけ違うけれどもそれについて考えがある。 とといいいいうに聞いていいと思それ、ねうん、で,でね特にあの印象に残ったのは小説でも映画でも自分の感情を共有したいこれさっき言いましたけれども、ね、やっぱり「えー、ええー」という言葉でしたね感情を共有したいというふうにおっしゃってました。でねこれ残念なんですけれどもうん、うん、トークイベントが終わった後ともうちょっと話したかったんですけれども。うんうん とね、私もこの日ねすごくれて,ていて <laughs> えそれもあって暑かったんですよその日すごく。そうううそうそう、うん、それとあと映画次はもう映画配給のことなんかに,に話が 飛んでいてでその映画配給会社の人たちが次々と話しかけているので早々、うん、と切り上げてしまって <laughs> あ、まあ、うん残念だったなというふうに思って <laughs> そうなんですか、ええ、<laughs> いやまあ本当に暑くな、ええええ、暑い時期はやっぱりちょっとね体力をそれだけでも消耗するんですけど、ええええ、けどやっぱりちょくあのねその映画のドキュメンタリー映画の中でも何ですか、ええ うん,となんかすごく穏やかな口調でお話しされるっていうのは私もンタリりでも感じてたんですけど、うんええ、多分そのまんまだろうなっていうのと、ええ、あとキーワードとしてはその自分の感情を共有したいっていうな、ねはい、そういうふうにえ私はそれをちょっとやっぱりそこが強調されてるなっていうふうに思いました。うんじゃあやっぱりそういうい意味でも本当に作品の中、うん だからあの多分ねその映画とかの前に書かれた小説ですけれども、うん、なんか小説を読んでも映画のようでもありっていう伝わってくるものが割とと描きやすいっていうのかな,、うん、なんかそういう感じはしたので今の言葉っていうのが根底に流れてるなるほどねわかりますね。あ いらっしゃった時ってちょっとこうんかこちらも興奮してしまうのもあるんで興奮してんか緊張してろくに挨拶もできないですよねなんかええしまったなとあとでねでねえ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 ねでねえ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 ね 今特にですね、はい、うちでも感じてます翻訳を目指す方も多いので、ええええ、中野さんご自身が翻訳者として心がけていらしたことと、ええ、新たに翻訳者を目指している方たちにエールを送るとすれば、ええええ、どんな言葉がっていうのを教えてい心がけているということを言うのはまずは、誤訳をしないご、うん、訳を避ける。 あとちょっとわからなくてここはこうなんだろうって勝手に解釈しないということと<ー>、えー、それから自然な日本語にする、うん、でわからない時はやっぱりあのネイティブスピーカーに聞いたりとかそれから本人に直接聞いたりとか、うん、まあ今メールなんかでやり取りができるので、うん、そういうことをしないといけないなっていうふうに思ってます。うん ただから私がねこの正確にやらないとダメっていう,う<ー>結構几帳面な性格があるんですよねだからそ,のそういうところがあってどうしても翻訳臭さ,んさんが残るってことがあるんです。なんとなく自然な日本語じゃないというね<ー>ところがあるのでそこは自分でも気をつけてます。あそうでですすか、はいうん。意識をされてるんですね。 それからあの今たくさん翻訳を目指している人いますけれども一番大事なのは自分がやりたい自分がやりたいものをやるっていうことだと思います。うんうん、なかなかそういう話が来たらそれでやら,なやらなくちゃいけないっていうこともあると思うんですけれどもうん、うん、自分がやりたいっていうところをやるとやっぱりね楽しくやれるのでいいものができるなというふうに思ってますね。 それとあとね、あのー、これまで私いい編集者と出会えてるんですね、うん、結構。<ー>で,、はい、でやっぱり編集者が良いといいものができるというふう <laughs> としてありますのでその新しく翻訳をしたいっていう人にはいい編集者ですね、はい、出会うっていうことですよね。あーなるほど。はい、まあでもねあのどんどん翻訳今されてあの出てますから。うん 機会はたくさんあります。うん、ね、あると思いますので、頑張って積極的に進んでいくこと。ファイティーンですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、まあね、編集者さんとの出会いはね、どうしてもね、はい、あの、はい、翻訳者さん側が。選ぶものではなかったりするんですけど。そうなんですよね。ねえー、ただね、あのその最初、えー、あのただいい、いい編集者さんというか、その編集者さん、それぞれのね。 あの特徴もそれぞれに終わりだと思うので、ええ、いいチームワークで皆さんとやっていただけるといいですね。今回もあの 統計とそれから表紙の相が何かでもうの恵まれてるなと思うので、うん、うそういうあのグループっていうかやっぱりです、ねはい、そういうのが大切ですねチームが大事。はいと思いますのでね、はい、ぜひそういったことに恵まれて、はい、でそのためにはまず自分でやりたいテーマを翻訳できるようにね、はい、ちょっと皆さんに目指している方には頑張っていただきたいと思います。 ちょっと最後になってしまうんですけれどもいいいい今手がけていらっしゃる作品でお話しいただけるものがあれば教えてください。あともしこれから手がけてみたい作品とかありましたらそちらもぜひ教えていただけますか。はいはい、えー、っとね今はねあの「ワノルドンの女たち」っていう。ワノルドンっていうのは、はい 「ガングのがん」「もてあそびという感じではい、はい、それから「月、はい、あと「ドン」は「ホラ」ですね。「ホラ」ですね。はいはい。はい「はい、ワノルドンの女たち」という作品をやってます。はいはい、でこれはあのワノルドンっていうのはプサンの性売買集結地なんです。うん、でそこで、えー、っと女性たち性、うん、売買に携わる女性たちを支援する組織を。 作っってていいく過程っていうののを記録したものなんです、うん、この本はでここではだからその過程を描きながらその生売買に携わる女性の人権、うん、でうん、うん、あとは引いては女性の人権について問題を投げかけている作品だというふうに思ってますちょっとあの用語でいろいろ難しいところはありますけれども、うん、頑張ってやっています今。うんうんね でねあの、あと私今まで何かなぜか知れませんけれども <laughs> こ,のこれやらないっていうふうに持ってこられるのが社会問題を扱う作品が結構多いんですよね。<laughs> はい、でだけどそれは大事なことだし私がやりたい作品なのでやっぱりそのような作品を今後もやりたいっていうふうに思ってます。あそうですか。はい。ね<え>うん やっ,あのやっぱり中野さんご自身の興味がやっぱりそういったところに向いてらっしゃるからやはりやっぱり引き付けてそういった作品の声がかもしれないですね。だと思いますよきっとね。なのでぜひね、えーえー、そういった作品もこれからますますこうなんてうんですかね今土壌ができてきたので出版されやすいこう。 環境にもなってきましたし、たくさんの人が読んでいただくこう機会が増えた気がするので、ぜひこれからもそういった作品を届けてください。はい、はい、やれたらいいですね。<laughs> はいぜひ。はい、じゃあ,あのちょっとうちの仲介チームにもそのように伝えておきます。はい、はい、お願いします。は <laughs> い <laughs> はい。はい、いや本当、はい、今日はどうもありがとうございました。うん、楽しいお話でした。 こちらこそありがとうございました楽しく話せましたはいよかったです <laughs> はい,はいじゃあ今後ともよろしくお願いしますはい、はい、お願いします <music> 翻訳家生活三十四年 社会問題を扱った作品をたくさん手掛けていらっしゃった中野さんは、ご自身の関心事でもある同様の作品をこれからも手掛けていきたいとのこと。これからもぜひ私たちに考える時間を与えてくれる作品を届けていただきたいなと思います。中野さんありがとうございました。 それでは今週の新刊とイベント情報を小倉さんから伝えてもらいましょう小倉さんよろしくお願いしますはい本日は3冊の新刊をご紹介しますまず1冊目は日本実業出版社から9月1日に刊行される7日でマスター仕事にそのまま使える チャット GPT 完全攻略ハンドブックですこちらは孫順養著成本美恵子訳です著者の孫順養はチャット GPT 翻訳アプリのマーケティングを担当し YouTube ではチャット GPT 実践ガイドチャンネル AI プロンプト研究所を運営していますそんな彼が 結局、チャット GPT ってビジネスでどう使えるのという疑問にわかりやすく答え、マーケティングや就職、採用などのビジネスシーンにおいて、チャット GPT を使いこなすコツを紹介する一冊です。二冊目は、コロカラから9月1日に刊行される。それは丘の上から始まった。 1923年横浜の朝鮮人・中国人虐殺ですこちらは後藤天音著加藤直樹編集です1923年関東大震災直後の横浜は朝鮮人暴動などの流言が発生し虐殺が行われた発火点だった デマがどうしして横浜で発生したのか、なぜ虐殺を防げなかったのか30年以上にわたってこの事件を検証してきた著者が膨大な資料とともに当時を生きた人たちの顔が見える筆致で描く100年前の虐殺事件の「なぜ?」を知るためのマスターピースとなる一冊です。 3冊目は、3一書方から9月7日に刊行される、神奈川県関東大震災朝鮮人虐殺関係資料です。こちらは、菅さん山本住子編集です。菅さんは、関東大震災時の虐殺は偶然起こったのではない。 1923年だけを見るのではなく、それ以前、朝鮮支配に至る韓日の宣戦線布告なき韓日戦争、交互農民戦争、儀兵戦争、こういった連続の中で培われた日本の朝鮮敵視思想、それが震災時の虐殺につながったのだ、と話します。新たに見つかった資料もまとめ、 関東大震災時の朝鮮人虐殺から100年の時を経て刊行されます続いてはイベント情報を3件ご紹介します9月8日金曜日19時から「ハンって何?」経コンテンツから読み解く by 古田富舘先生が チェッコリにて開催されますこちらは会場とオンラインの両方で参加できます詳しくはチェッコリ公式ホームページまたは SNS をご覧ください9月10日日曜日に紳士目読会第1回斉藤麻里子韓国文学の中心にあるものを読むが 神保町エクスプレッションにて開催されますこちらは会場とオンラインの両方で参加できます会場参加の場合は10時開始オンラインの場合は16時配信開始です詳しくはマプロボンドの X、ツイッターをご覧ください9月12日火曜日 19時から三人の女20世紀の春出版記念ブックトーク語られてこなかった朝鮮日本近代史20世紀の春とは何だったのかが紀の国屋書店新宿本店にて開催されますこちらは会場参加のみです詳しくは紀の国屋書店の公式ホームページ または SNS をご覧ください。ケイブックラジオでは、皆さんが読んだ韓国の本。 ケ K ブックの感想をお待ちしています Twitter、X や Instagram、YouTube チャンネルのコメント欄にハッシュタグケイブックラジオをつけて感想や番組へのコメントをお寄せください私これ読みましたのコーナーで紹介させていただきます皆さんの感想をお待ちしています なお、K-Book ラジオは、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube でお聴きいただけます。お好みのプラットフォームでチャンネル登録をよろしくお願いします。また、毎週ご紹介した書籍やイベント情報は、各回の概要欄に詳細情報がありますので、ぜひチェックしてください。 皆さん気になる本は見つかりましたか9月もスタートしましたが、残暑も厳しそうです。ですが確実に夜の時間も長くなり、読書にはもってこいの季節到来です。気になる本を探しに、ぜひお近くの本屋さんに足を運んでみてください。それでは来週金曜日にまたお会いしましょう。アンニョン 안녕.